ゆらりです。ピンクラテティーミー始まるよ。イエーイ。今日はですね、なんとあの台風の影響で他のメンバーのみんながちょっと来れないということで、私たまたま今日撮影で来てたので撮影したいと思います。みんなごめんね。ごめんね。ちょっと今日は美味しい企画だからごめんね。そこでですね、皆さん今日はタピオカを作っていきたいと思います。タピオカは皆さん何で作ると思いますか？てってれー、黒糖。知ってます？黒糖わらび餅。よいしょ。セブンに売ってるんですけど5個買ってまいりました。で、これを刻んでタピオカ風にしていきたいと思います。私黒糖大好きなんでちょっと楽しみですね、これは。じゃあ早速作っていきたいと思います。せーの、どうぞ。まず1個目、デレレレン。これもまたセブンなんですけども、カフェラテに黒糖わらびを入れて黒糖タピオカ風のドリンクを作っていきたいと思います。じゃあこれ開けますよ。はい。うわっニョキって。黒糖わらび餅美味しそうですよね。もうすでにこれを、形は四角ではあるんですけども、できるだけタピオカに近いようにしていきたいと思います。じゃあ切っていきます。ストローにも入った方がいいと思うんで、そんなでかすぎないように。そうだね。今回は全てコンビニで買えるものでタピオカ風ドリンクを作っていきます。じゃじゃじゃーん。形はバラバラではあるんですけど切り刻みました。あとは超簡単です。これをこれにぶち込みます。そんだけです。入れていきます。で、お邪魔します。です。はい、入りました。全部できました。ちょっとコーヒーゼリーっぽいですね、見た目。じゃあ早速飲んでいきます。いただきます。イエーイ。めちゃくちゃ美味しいです、これ。ちょっとカフェラテが苦味があるんですけど、途中から入ってきたこの黒糖わらびがいい感じに甘くて、あと食感ももちもちしてるんですよ、これ最高です。これみんな本当にごめんね、4人ともごめんね。美味しいんだこれ。めっちゃ大きいの来てる。うん、美味しい。なんと普通のタピオカに比べてヘルシー。この黒糖わらび餅が132kcalなんですけども、普通のタピオカとかは400kcal 以上あります。4分の1で飲めるんですよ。しかもお値段も100円ちょっとで買えます。本当に欲しい。はい、続いてはカフェラテじゃない他のドリンクで、いろんなドリンク買ってきたので、それで試していきたいなと思います。じゃん、牛乳。やっていきます。よいしょ。手順はさっきと全く一緒です。じゃん。さっきより手際がいいかもよ。オッケーです。なんか1個だけ浮いてんの、なんで。完成しました。イエーイ。あ、なんかもう遠目から見たらタピオカですね、これ。いただきます。さあさあさあ。うん、黒糖ミルクだ。当たり前なんですけど。美味しい。本格的。幸せです。次行きましょう。じゃあ続いてタピオカといったらタピオカミルクティー。これ次作っていきます。黒糖タピオカミルクティーってやつですね。マイルド。よいしょ。はい、はい、タピオカミルクティーです。いただきます。よし。うん、タピオカミルクティーですね。多分これ普通に目つぶって飲んでってやったら本物のタピオカだと思っちゃうぐらい本格的な味です。美味しい。止まらない、やめられない。じゃあ最後、じゃーん。あ、あったかい抹茶オレです。抹茶と黒糖って合うよね。合いますね。マッチグーですね。マッチグーです。マッ
チグー久しぶりマッチグーゆるいさんおいくつですか？14歳です。入れていきます。 OK です。完成しました。いただきます。うん、バッチグーです。これ本当に美味しい。言葉が出ないぐらい美味しい。ゆるさん、今まででどれが一番好きですか？はい、決まりました。あ、皆さん、私どれだと思いますか？私が選んだのはでん、これです。黒糖ミルク。いや、どれも美味しかったんだけど、本当にこれ迷います。これは苦味と甘さがいい感じにマッチしてます。これは甘いもの大好きな人にはもう必見です。私甘いもの好きなんでこれにしたんですけども、これはもう王道、味わい深いですね。これ抹茶は和同士のコラボがいい感じに美味しくて、苦味と甘みがマッチングしていいと思いますけど、他にもやってみたら面白いんじゃないかなと思います。何が合いそうかな。いちごオレとか明暗、ぜひ皆さんも試していただきたいなと思います。改めて4人ともごめんね。これ美味しかったよ。ピティさんも昨日飲んだんですよね。これ私も牛乳が一番好き。あ、同じくですね。ぜひ試してみてください。お願いします。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。